河原暴風は、ゼリカ河原暴風族の多年層。別名、山人参、白河暴風。茎は直立し、高さ30から90センチメートルになり、上部で枝を分け、高子色を帯びることがある。葉は三角状で広く、二回羽上複葉で多裂し、小葉や裂片は、鋭く切れ込む。質は硬く、表面は光沢があり、縁は、血黒と虚子があり。 傭兵の株、または全部が鞘状に広がり、茎を抱く。期は8から10月。茎先に複産系果樹をつけ、白色の小型の五弁の花をつける。花弁は内側に曲がる。果樹の下の双方辺は少なく、小果樹の下の小双方辺は数個あって細い。湯水は5個あり、1個の海脂肪がある。果実は、扁平な広大型で、 長さ3から4ミリメートルになる。分けの背高市場は細くて低く、側高市場は浴場になり、下避は薄い。床は文化の表面側の角、背溝下に1個ずつ文化が接し合う合成面に2個ある。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、山野の,の日当たりの良い場所に生育する。世界ではシベリア東部、アムール、ウスリー、 千島列島、サハリン、朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名河原暴風は河原の暴風の意で河原に生える暴風のこと。別名の山人参は山人参の意で産地制の人参の意味。白川暴風は白川暴風の意で京都の白川山に多いことによる。種商名寺場ンサセウムは樹脂状のの意味。ありがとうございます。